LA のしくスーは、フランスの作家、劇作家、詩人、哲学者、批評家、フェミニスト。ジュリア・クリステは、ルス・イリ・ガライともに、ポスト構造主義のフェミニスト批評家として知られる。フロイト、ジャック・デリダ、ジャック・ラカン、アルチュール・ランボーの影響を受け、論理を男性中心主義的なものとみなし、論理を解体した文章を書く。当初、シクススなどと読まれたが、 1990年代、イゴシクスーという読みが定着した。1937年6月5日、フランス領アルジェリアのオランに生まれ、1947年にアルジェに移住した。1948年、医師の父が亡くなり、助産婦の母に育てられた。1959年、22歳で英語の一級教員資格を取得し、ボルドーとパリの高等中学で教弁を取る。 1968年に、ジェームズ・ジョイスに関する研究で、文学博士号を取得した。1969年に、自伝的な小説、内部を発表し、メディシス賞を受賞した。同じく1969年、l シクス数は、ジャック・デリダ、フランソワ・シャトレ、ジレドルーズ、ジャン・フランソワ・リオタール、ミシェル・フーコー、アラン・マディブ、ミシェル・セール、ダニエル・ベンサイドラと共に、 万戦の実験大学センターを創設した。これは、権威主義的な規制秩序に抗議する学生運動に橋を発したフランス5月革命の精神を受け継ぎ、高等教育の民主化を目指す新しい高等教育機関であった。翌年には、パリ第8大学と改名されたが、この際に LAN 宿数は女性学センターを創設し、 フランスのみならず、欧州の女性学研究においても、先駆的な役割を果たすことになった。同年にはまた、ジェラール・ジュネット、ツベタント・ドロフと共に、国際史学研究士、ポエティックを創刊した。ジャック・デリラとは、上記のバンセンル実験大学センターの設立だけでなく、国立文学センター、作家国際議会、反アバルトヘイト委員会の設立、及び、 国際哲学コレージュのシンポジウムやセミナーなどの多くの政治的、知的活動に関わっており、強調も多い。ジェームズ・ジョイス、ジャック・デリーダのほかクラリッセ・リスペクトール、モーリス・ブランショ、フランツ・カフカ、ハインリ・ヒフォン・クライスト、インゲボルク・バッハマン、トーマス・ベルンハルト、マリーナ・ツベターエはジャン・ジュネ、サミュエル・ベケットなどの研究でも知られる。は、曲も多いが、 作品は、オルセー劇場、パリ市立劇場などで上演されている。ln ー数シクスは3つの解放、アルジェリアの解放、大学の解放、そして女性の解放のために戦った。代表作、メデューサの笑いについて、ローラン・マルケスト作、ペルセウスとゴルゴーミエベ圏で、フレンチフェミニズムの先駆けとされたメデューサの笑いは、1975年に、 現代の文学者、哲学者、芸術家などを紹介する、ダルクのシモーヌド、オーボワール特集号に発表された。ギリシア神話に登場するメデューサは見たものを石に変える、能力を持つ女性の怪物で、ペルセウスによって首を切り落とされ、退治された。l シクス数は、このメデューサを女性の存在と自己実現を妨げる、計り知れないほど多くの束縛を打ち破る、 エクリチュールフェミニンとして蘇らせた。エレーヌシクスのメデューサは笑っている。女性を解き放つ、高らかな笑いである。女性的エクリチュールをキーワードに従来の社会のダンコン理論中心主義を告発する。本書は豊かなイメージと魅力的な暗誘に満ち、時に激しく、時に詩的に読者を包み込んでいく。新しい人間の可能性。 新しい社会の到来を高らかに歌い上げるし数のメッセージは間違いなく日本の読者にも希望と指針を与えるだろう。LN し数すう2014年小説随筆評論議曲ありがとうございます。